無職独身50代友です。本日もよろしくお願いいたします。いや、ちょっと投稿が3日くらいですかね、空いたのですけれども、まあ、ちょっと実はですね、身内がちょっと亡くなりまして、で動画をアップする気にはなれなかったんですよね。それでまあ、その身内のことをいろいろ考えて過ごしたわけなんですけれども、まあ、とてもですね、YouTube のことを応援してくれてましたので、まあ私、まあまた一から気持ちを新たにちょっと YouTube やっていこうかな、撮っていこうかなと思っています。その身内も、私が YouTube をアップすること、そして、こう喋ることを楽しみにしてくれてましたので、で、まあ、天国の方届けばいいなということで、今後 YouTube 撮らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。本日はですね、またコーヒーの継続ですけれども、スターバックスのコーヒー買ったんですよね。このスターバックスの、このハウスブレンドですね。このハウスブレンドというのがありまして、これ標準的なスターバックスのコーヒーですね。で、これ豆で売ってまして、結構な量はあると思うんですけれども、250だったかな、それぐらいで、1000円するかしないかのレベルでした。で、見ればわかるんですけど、お分かりいただけると思うんですけれども、色がですね、結構黒いんですよね。深入りのような形なんですけれども、実際深入りではないはずなんですよ。ただ他の豆と比べたら、ちょっと明らかに黒いですよね。わかりますかね？それで、表面の方も、豆の表面の方も、べとついてるというか、油分、油分がかなり多いなって感じするんですよね、触った感じ。で、匂いも、かなり強い匂いがします。ただ、このスターバックスのハウスブレンドっていうのは評判が良くて、これかなり昔から売ってたみたいですよね、このハウスブレンドっていうのは。それで、バランスが取れてるらしいです。風味とか、その酸味のバランスが取れてるっていうことですので、いいかちょっと味わってみようと思います。予想としてはちょっと濃いと思うんですけれども。じゃあちょっと、今日はですね、2杯ですから、20g。20g で 360cc でいこうと思います。20g ですよね。20g。これだけしかないんですよね、 20g っていうのは。ただこんなにいっぱい豆ありますから、この豆を全部、まあ、1週間ぐらいで、遅くとも2週間で飲みきらないとダメなんですよね。ですから結構な量を飲まないとダメですね。これお分かりいただきますよね、結構真っ黒ですよね、マンデリンみたいな感じですよね。ちょっとこれを聞くんですけれども、私最近実はこれまだ使い始めてるんですよ。これ結構やっぱりですね、この引き目が安定してて、私好きでして、この電動のあるじゃないですか。電動のマシーン、今、まあ1万未満の使ってるんですけれども、この G を。このスマート G 使ってるんですけれども、結構ですね、豆がバラバラになるんですよね。均一性が保ってないので、均一ではないので、ですから、まあ2杯分ぐらいでしたら、今日のように、この手動に変えました。手動の方が、やっぱりなんかしっくりくるし、粉が安定してるんですよね、大きさが。これちょっと見ていただきたいんですけれども、手動で引いたら結構ですね、こう均一に綺麗なんですよね、思ったよりもは。豆が綺麗に引けるんですよね。ですから、ちょっとこの手動使ってますね。優れもんですね、これ意外と。電動の時はばらつきが起きますから、できればやっぱり、そのちょっと高いネクスト G、これ本当に買おうと思ってますね。次ちょっとポイントが安かったり、何か安かったりしたら、今入りましたからね、ちゃんと。ネクスト G を買おうと思ってます。そうしないとやっぱり味にばらつきが出るんで、良くないですよね。きちっと引けるかどうかっていうのは。
優れものでした。温度の方はですね87度にしてますね。やっぱり87度がいいような気がするので87度にしてます。一応軽くリンスはいつもするようにしてます。お湯を通してっていう形で、これ漂白されてる真っ白のペーパーだったら問題ないとは思うんですけど、それもリンスする人いますけど、この茶色のやつですか、これはやっぱりリンスした方がいいですよね。それでこれリンスするのと同時に、ここそのこちらを温める効果もありますから、意外と重要だと思いますよ。それで本来はコップも温めた方がいいですよね。私そこまでこだわらないです、そのプロじゃないんで。それでちょっと、入れたいと思います。30秒だけ蒸らします。これもちょっといろいろ蒸らし方あると思うんですけどね、私もこれ大体全体にかかったらいいかなっていう感覚で言いますね。これで30秒くらい待ちます。それで、2分ぐらいかけて入れていこうと思います。2分ぐらいかけて360までですね、360まで入れていこうと思います。これはもう自己流です。最初だしちょっとずつ入れて、それであとドバーッと入れるような形取ってますね。なんか最初ちょこちょこ入れた方が濃い液が出るじゃないですか、原液が。それをそこの方に溜めるっていう形にしてます。それでこれ 100ml、100cc ですかぐらいまではこういう形に入れて、最後の360だから260ですかは一気にいこうと思います。それでも残りは一気にいきます。ちょっと一気にやりすぎじゃないかっていうのもあるんですけど、私こういう入れ方してますね。混ぜます。形上でも、まあ、素人とは言いながらも結局ポトポト落ちていってたらここ混ざってないですよね。だから一応こう混ぜるようにしてます。で気づいたのが、これ混ぜる時にこの蓋をちゃんとつけないと飛び散るんですよね。何ていうか飛び散るので、この辺りは気をつけようと思ってます。じゃあこのハウスブレンドどんな味するのか楽しみです。チクチクうるさいですねこれ。コップはですね、これよくわかんないんですけど、悪いコップじゃないですね。まあ、検索できる方がいたら検索してください。悪いコップじゃないと思います。そんなに悪いの買わないはずなんで。じゃあちょっとこれいただきます。よし。よし。濃いですね苦いですね。ちょっとこれレシピ通り作ったんですよ。これ 10g で180ですから、豆 20g に対して 360cc で入れてるんですけれども、あーでも2口目は濃いんですけど、濃いって言いながらもう柔らかいというか、苦味が結構バーンってインパクトありますけれども、トータル的にはそこまでひどいっていう感じはしないですね。苦いっていう感じは。これ多分ですね、苦いコーヒー好きな方はぴったしですし、で私の場合ちょっとフルーティーなコーヒーが好きですから、そういう人間にとってはこういうガツンとしたコーヒーは朝飲むのがいいかもしれないですね。目覚めのコーヒーにこれ使おうと思います。まだ量こんなにありますからね。こんなに使わないとまずいですからね。あ、でもやっぱり2杯3杯と飲み進むにつれて、やっぱり落ち着いて美味しくなってきますね。これあれです、季
喫茶店に出るコーヒーですね。喫茶店でなんとかセットで出るようなコーヒーですね。だからまあノーマルとしては美味しいですね。ノーマル的で美味しいってことですね。いいです。まあ以上です。ハウスブレンド、スターバックスさんのこのハウスブレンド、あ、ボケてる。こうですよね。なかなか美味しかったです。苦味が結構あるんですけれども、苦いの好きな人にはぴったしで、で朝飲むならこういうコーヒーがいいと思います。なかなか美味しいです。これよりも濃いコーヒー売ってますからね、スターバックスさんは。まあ今日はこれ知ってよかったですね。豆もすごい一粒一粒綺麗ですから、結構美味しいコーヒーですね。じゃあ本日は以上です。いつもご視聴誠にありがとうございました。コーヒーばかりですけれども、無職独身50代トモでした。すいません、失礼します。